はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、フェイトステイナイトコラボ第2弾実施ということで、今回はフェイトコラボのね、既存キャラの情報修正、そして新キャラの追加すべてを踏まえまして、フェイトの新キャラ等の、評価をしていこうと思います。まあこのキャラが強いよ、このキャラあんま強くないよっていうのをサクッと話していこうと思います。過去のキャラとかね、あんまり注目されてない星5キャラも使い道と話していけたらなと思っております。その前にですね、一番大事なことだけ話しておきますね。まず石井プラスフェイトステイナイトコラボガチャ120円できます。で星6確定ガチャは2440円で石20個ついてきます。石15個プラス桜確定ガチャは1840円でついてきます。結構お得ですね。はい、でまあそのダメ課金キャラ等もいっぱいきます。ステイナイトチャレンジもきます。はい、そんな感じですね。これステイナイトじゃないの今回。ステイナイトだよね。ステイナイトのヘブンズフィールだよ、ね、うんっていう感じです。で、桜逆に言えばね、今回交換できません。今回交換できるのは、こちらですね。はい。ことみねきれい、えみやしろ、サーバントセイバー、遠坂凛、ギルガメッシュのみです。桜に関しましては交換ではなく、確実にね、ゲットできる1840円のガチャ、もしくは普通のガチャでしかゲットできません。そこだけ注意してください。ということを踏まえまして、今回はフェイトステイナイト、コラボ第2弾の性能解説やっていこうと思います。まずは星6編ですね。星5ではなく星6キャラたちから当たりの解説していこうと思います。はい、ということで個人的にね、新キャラからまずいきたいと思います。どれだ、どこだ、桜いましたね。はい、まずは的尾桜からですね。こちらね、30ターン変身の割にスキルブーストが0です。かなり変身まではしんどいキャラになってると思います。6ターン受けるダメージを半減してから変身できるという感じです。変身までの覚醒は倍の耐性プラス封印耐性、指延長2つ、回復ドロキョウ3つ、 L 字ボイス覚醒という風になっています。リーダースキル闇を6個以上をつなげて消すと攻撃力が5倍、2コンボ加算、回復ドロップで5万以上回復するとダメージを半減、攻撃力が3倍、15倍火力プラス2コンボ加算の半減持ちという風になっています。まあ、変身までかなり苦しいですが、一応なんとかなるかなっていう感じのリーダーではあります。そして変身するとこんな感じ。バインド耐性プラス封印耐性、 80% 以上強化2つ、7強3つ、無効貫通、ボイス覚醒です。やっぱ桜のいいところはね、 80% 以上強化2つ持ちというところですね。これによって7コンボ組むだけでも火力が 8×2.25 倍でだいたい18倍ぐらい出ます。かなり火力が高いのはわかると思う。でさらに無効貫通組んであげると、まあ、45倍ぐらいかな、出るのかな、計算間違ってなければですね。まあ、なので、無効貫通の火力、そして7コンボ時の火力、めちゃめちゃ高いと思います。道中の安定感はすごいと思います。スキルは1ターン指と闇属性の攻撃力が 1.5 倍、そして闇ドロップを3個生成と。まあ、これもかなり闇ドロップ供給しやすくて安定しているスキルかなとは思います。2ターンスキルなんでね、2体使ってあげればループもできますと。リーダースキル、闇を6個以上繋げて消すと攻撃力が5倍、2コンボ加算、7コンボ以上でダメージを半減、攻撃力が4倍です。攻撃力が20倍出て半減あって2コンボ加算ですよ。はい、強い。ただまあ結構ねこれね、いろいろ賛否両論があって、例えばまあね、これ別にマトボ桜である必要なくないですか、 HP 倍率とか回復倍率ないんですよね、あんまじゃないですかみたいな。まあその理由としてこのキャラがいて、こちらですね、エヴァ初号機ですね。闇6個消しで攻撃力が 18.5 倍、1コンボ加算、3色以上同時攻撃でダメージを半減、1コンボ加算と、2コンボ加算プラス 18.5 倍の半減持ちで変身等いらないんですよね。まあこのキャラと比べられていろいろ言われてますが、まあ普通に俺は変身さえできればスキル含めてダントツでこっちの方が圧倒的に強いと思います。まあこれに関しては別にね、実際に使ってみてればわかると思うことなので、まあまたね裏シャラで使ってみようと思います。まあ俺はめちゃめちゃ強いと思ってます。ただ30ターン変身は死ぬほど弱いと思ってます。まあ20ターンでええやろってめちゃめちゃ突っ込みたいんですけど、まあ一応30ターン変身です。はい、まあ遊戯と組み合わせて使おうと思ってます。ただまあもし桜2体入れて遊戯入れた時点で、あの3体スキルブーストゼロなんで、まあどうなるかっていうのは大体わかるよね。そんな感じでした。はい、続きましてこちら桜の武器ですね。バインド耐性プラスにクライム耐性3つ持ちです。1ターン指と闇属性の攻撃力が2倍、 HP 消せないドロップ、バインド状態を全開いくと、覚醒無効回復がないのが弱点ですが、まあ普通に武器としては優秀だと思います。そんな感じが桜です。評価としてはでもまあかなり当たりの部類だと思ってます。まあ使うまでわかんないですけど、まあ使ってみれば相当強いと思うんで、また使ってみたら評価していこうと思います。はい、そんな感じです。続きましてもう1体新キャラですね。ことみね綺麗ですね。バインド耐性プラススキブ封印耐性、7強3つ、悪魔キラー2つにボイス覚醒と、めちゃめちゃ火力特化な覚醒をしていますよね。なんか攻撃タイプってこともあってダンテみたいな感じかな。スキルは敵の行動を1ターン遅らせてランダムで闇と回復ドロップを3個ずつ生成、7ターンスキルですね。
はい、でリーダースキル闇属性の HP と攻撃力が2倍、闇回復の同時攻撃で攻撃力が7倍、固定100万ダメージという風になってます。はい、裏裂解等でも刺さる100万追い打ちを持っていて普通に軽く持てる。ギミック耐性もウェイ雲耐性相続化耐性なんでかなり優秀だと思います。そして進化後バインド耐性プラススキブ封印耐性ウェイ10強7強悪魔キラー2つボイス覚醒です。めちゃめちゃまず火力が出るということは変わりないんですが、スキルはランダムで、あ、間違えた、1ターン遅延の後にランダムで闇と回復ドロップを3個ずつ生成と。そしてリーダースキル闇属性の HP と攻撃力が2倍、闇回復の同時攻撃で攻撃力が7倍、3コンボ加算という風になってます。はい、まあこれ進化前と組み合わせてあげるとね、 HP4倍、攻撃力が196倍、3コンボ加算に100万大1という風になってます。回復力倍率はないのでそこがかなり弱点だと思いますが、まあ普通に火力が出るっていう点では優秀なキャラになっていると思います。はい、まあそうですね、サブで回避力ゴリゴリ積んであげれば全然使えると思います。ただまあ正直このキャラがあのマジな話、まあ環境トップクラスまで強いかって言われれば全然そんなことはないし、まああくまで面白いキャラって感じかな。まあ個人的にはもはやもう裏修羅で進化後2体進化後進化後でリラフレ組んであげて6コンボ加算パーティーで使ったら結構強いんじゃないかなとか思ってます。まあそんな感じですね。はい、琴峰キレです。で武器はスキブ追い打ち攻撃強化ですね。まあスキブ追い打ちって視点で普通にクソ強いんで、まあこの武器だけでも持っておく価値あるかな。評価としてはサクラと同等くらいで使えるしめっちゃ強いとは思うけど環境トップにはならない部類って評価ですね。まあわかりやすく言うと A プラスランクぐらいかな。高顔助解説見てくれてる人ならわかるランクで言うと A プラスランクぐらいの感じになってます。断じて A ランクってことはない、普通に強いです。そんな感じです。はい、で続きましてここからは星6ですね。星6の既存キャラ、強い順に紹介していきます。まずはエミヤシロからですね。まあ、進化前は強いですが正直僕は転生の方がおすすめですね。はい、でバイン耐性プラススキブプラス封印耐性指延長プラス無効感7強2つボイ、枝豆ドロップボイス覚醒です。超覚醒で7強あるので火力が出るところはいいところだと思います。スキルは1ターンの間1コンボ加算で 3×3 の正方形に1ドロップを1つ生成、76の場合は 3×4 ですね。でまあ、リーダースキルが火属性の攻撃力が4倍、闇属性の HP が2倍、回復力が2倍、4コンボ以上で攻撃力が上昇最大6倍と。まあもうね、多分新フェスゲート使ってる動画は皆さん嫌というほど見てると思います。多分いろんな実況さんが上げてると思うんで、まさにそうで、新フェスゲートの有利者と組み合わせた時に76でね安定して火力が出て軽減も晴れてね、有利者のおかげでね、で HP も回復力も高い、攻撃力も高いっていう編成が組めます。普通に裏修羅等なら余裕で勝てるぐらいには強いので、かなりおすすめなキャラとなってます。バルディターンとか持ってる人が使うとね、エンハンスもあってめちゃめちゃ強いんで超おすすめです。はい、まあ、武器も暗闇耐性2つ、お邪魔耐性2つ、指延長プラスで優秀ですが、十分 A プラスクラスの、性能の力はあると思います。新フェスゲンが実装されたこともあってめちゃめちゃ強いんでおすすめなキャラとなってます。個人的に一番のあたり、俺新キャラよりももはやエミヤシロのこの形態だという偏見を持っているレベルで普通に強いと思います。そんな感じです。はい、で遠ざかりんですね、新しく気力進化も増えました。まずこの形態はもうあんまり使えません。正直今の環境だときつい。でまあこの新しい形態は普通に使えなくもないけど、回復努力を打つ持ちって今更回復力特化のキャラとかいらん。あの別に塩見琴音でいいし、超伝説アマテラスもいるし、いらん。うん、でまあスキルは全ドロップのロックを解除し、右端縦一列を回復ドロップに変化。回復ドロップ以外から人光ドロップを3個ずつ生成。2ターンなら使いたかったな。7ターンですね。いらん。うん、でリーダースキル光属性の HP と攻撃力が2倍、非光の同時攻撃で攻撃力が9倍、2コンボ加算と。まあ、これはまあ普通に18倍あって攻撃力18倍の HP2 倍でね、2コンボ加算もあるから悪くないですけど、今の環境ならいらん。相方がいないんで、相方が実装されれば強くなる可能性はあり、ただ今の環境ならいりません。そんな感じです。評価は A もしくは B、そんな感じ。ただまあ武器が創作化耐性に暗闇耐性2つ持ちで、これが一応パズドラ史上初のね、創作化プラス暗闇耐性2個持ち武器かな。多分そう、多分ね、いたらごめんなさい、多分いないはずです。なのでまあその点で A ランクはあるかなって感じ。ただ A プラスはない、全然。そんな感じですね。もうほんと武器だけって感じです。で次セイバーっすね。進化前セイバーは無効感3つに7強もしくは7強2つに無効感できるので、火力枠としては優秀。バランスタイプなんで好きなキラーも乗せれます。そこだけ強い。まあ、スキルチャージがあるんですけどね、 HP 全回復スキルに10万の固定ダメージに回復お邪魔毒をミンツドロップに変化っていうスキル持ちです。リーダースキルは HP50% 以上でダメージは半減、攻撃力が4倍、3色以上同時攻撃で攻撃力が上昇最大 4.5 倍と。18倍あって半減あるのはいいところです。それだけです。はい、まあ、使うならサブ多いんじゃないですかね。サブで、水属性パーティーのサブでドナルドとかイベルカーナを持ってなければ使えるかもねって感じ。で、オルタに関しては、50% 以下強化3つ持ちで、超覚醒無効貫通持ちです。まあ、火力出るのだけいいところかな。まあ、スキルは 50% 自称に200倍攻撃、全ドロップのロックを解除して4色陣と。
うん、まあまあまあそんな感じ。リーダースキルは HP80% 以下で攻撃力が3倍、闇属性の全プラが 1.5倍、4色以上同時攻撃でダメージを半減、攻撃力が 3.5 倍という感じのキャラです。まあ一応半減あるのもいいですし、全プラ 1.5 倍あるのもいいんですけど、ユークスっていうぶっ壊れキャラがいるせいで正直今の環境だと使えません。そんな感じです。はい。でオルタのバイザーに関しては 50% 以下強化に指延長プラス持ちって感じで普通に一緒だと思います。はい、そんな感じでした。まあ正直今の環境においては全く使えない B ランク、もしくは限界ギリギリ耐えて A ランクよりの B ランクですね。そんな感じです。はい。まあ交換所解説ならワンチャン A ランクにするかもぐらいかな。一応オルタが強いんで、オルタでギリギリ耐えてるキャラって感じです。そして最後、ギルガメッシュ、C ランクですね。 C ランクです。はい。フェイトの既存キャラで情報修正が入った上で C ランクです。はい。7強10強あります。はい。アテンとジェンワーズ持ってないんですかね。このキャラ使う必要性がないです。スキル、神タイプの攻撃力が5倍。これだけはいいところっす。2ターンとかならなお良かった。神タイプの攻撃力が5倍だけは、替えが効かないから一応いいところ。で、敵1体に15万の固定ダメージかける5回。はい。で、リーダースキル76マス落ち込んなし、8コンボ以上で攻撃力が4倍。パズル後の残りドロップスが12個以下で攻撃力が5倍。20倍火力が出ます。それだけです。誰が使うね。ふざけんな。帰れ。マジで運営がゴミすぎて、マジで弱くなっちゃったんで、本当に使えません。そんな感じの星6キャラでした。まあ、評価順で言うと、個人的に評価で一番高いのは、マジでごめん。冗談だけど、俺、エミヤシロが今のところ、まあ、もうすでに使ってるからっていうのもあるけど、結構強いと思ってます。で、まあ、次、桜かな。変身クソだるいけど、変身したらさすがに強いと思う。で、ことみな綺麗ですね。裏裂解で使いてえわ、これめちゃめちゃ強そう。裏しら行けっていうあれがあると思うんですけど、裏裂解で使ってみてえな、普通に。裏裂解の方が絶対強いからね、こいつ。普通の攻略とか。裏しら特化にあんま向いてねえけど、でもめちゃめちゃ強いと思います。100万以上あって3コモ加算あるからね、リダフレで。で、まあ、次、セイバーかな。オルタがギリギリ耐えてる。で、桜。武器だけ強い。そんな感じ。あ、ごめん、桜じゃない。遠坂凛か。うん、遠坂凛武器だけ強いんで。いや、どっちだろうな。まあ、ギリ凛の方が強いか、武器が強いから。ギリ遠坂凛の方が強いかも。で、オルタですね。セイバーオルタとか、セイバーとか。で、最後にギルガメって感じです。一応これが星6キャラですね。星6キャラの解説でした。最後、星5キャラ見ていきましょう。サクッといきます。はい、ということで、星5キャラの新キャラのみ、まずサクッと話します。はい、亀裂強化4つでね、毒耐性プラスがある、ちょっと尖ってるけど強いキャラですね。スキルは覚醒無効全回復に、最上段を木に、最下段を闇に変えてくれます。このスキル、回帰かない普通に優秀なスキルなんで、絶対持っておいた方がいいです。リーダースキルは 50% 以上で攻撃力が7倍、悪魔タイプの HP が 1.5 倍、木、闇の同時攻撃で攻撃力が 2.5 倍って感じです。まあ、17.5 倍出るので、周回では刺さるかなって感じ。まあ、スキルが優秀なんで持っておく価値はあると思います。そんな感じです。じゃあ、ここから星5キャラ見ていこうと思います。はい。イリアスフィール、L 字消しの攻撃力の覚醒数に応じて攻撃力が上昇する、スキルを持っています。ってことぐらいですかね。まあ、このスキルたまに使えなくもないんで、一応持っておく価値あるかもねって感じのキャラですね。マトシンジ、まあ、いずれ強化持ってますよぐらいかな。1コモ加算プラス全ドロップロックがあるのがちょっと使えるかもぐらいのポイントで、まあ、全く使えません。そんな感じです。ライダーですね。ライダーは今回強化入りました。サーバントライダーですね。強化入りました。スキブ3つに10強7強あるんでかなり優秀になりました。3ターンチェーンプラス200倍攻撃のダメージ 20% HP 回復も優秀と。3ターンチェーンあるんでね、普通に実質スキブ6個持ちで軽く持てるんで、サブでワンチャン使い道はあるかもね。リーダースキルは76マスで、水闇の攻撃力と回復力が2倍、水闇の同時攻撃で攻撃力が5倍、回復力は2倍と。まあ、攻撃力10倍出るぐらいなんで、あくまで使うならサブって感じかな。そんな感じです。バランスタイプなんでキラー乗るのもいいところですね。はい。アーチャー、2倍エンハンスに、ランダムでドロップを入れ替えると。使いません。はい、次。ギルガメッシュじゃなくて、バーサーカーですね。バーサーカーに関しては、一応ランダムで何回か使えたかなぐらいですね。L 字消しの火力が高いんで、L 字消し範囲においては火力として使えるんで、持っておく価値はあると思います。ランダム用かな。ランサー、最上段を水に、最下段を火に変えてくれます。さらにロック解除もついてるんで、周回では優秀。周回目的でスキル残しておきましょう。そんな感じ。最後、キャスター。これも周回で強いです。キラーゴリゴリなんでね、悪魔キラーめちゃめちゃ火力出せるんで、キラーゴリゴリプラススキブ3つ持ちで優秀。さらに2ターン属性吸収向こうにもなってね、最短、左端と右端を、縦一列闇ドロップに変化してくれるので、これも周回用で残しておきましょうって感じです。一応これがね、フェイトの、新キャラ、そして既存キャラ含めた性能解説となります。まあ本当僕の評価としてはこんな感じで、何が言いたいかっていうと全体的に弱いって感じです。まあ強いて言うなら、エミヤシロ、サクラ、そしてコトミネキレイが使えるかなって予想、あと新キャラのこの子マトウさんも持っておいてはいいと思います。はい。が使えるって感じです。
まあそんな無理してガチャ引く必要は正直ないと思ってて、僕の今回ガチャ引いた方がいいか引かない方がいいかっていうまとめに関してなんだけど、あのフェイト好きな人はまず引いて OK で、フェイト全く興味ない人は新キャラが欲しければ引く価値はあると思うけど、基本的に僕は1840円課金してことみねきれい交換して撤退が一番いい手段じゃないかなと思っております。今回のこの新キャラ数なおかつこの性能だったら別に無理する必要性は全くないと思っているので、そこのところだけ注意してもらえればなと思います。ということで今回は明日開催フェイトコラボの性能解説を少し辛口でやってみました。まあフェイト好きな人には申し訳ないんですが、性能面ではかなり苦しいものとなっているので、そこら辺を踏まえて明日のガチャ頑張ってもらえればなと思います。まあ、そんな僕はね、明日の動画になると人が変わります。うわこのキャラ強い、ぶっ壊れチートっつって2本ぐらい新キャラの動画上げると思います。ぜひよろしくお願いします。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。